おかげでリサちゃんと出会えたけどね。もう山口さんたら、キモ、調子乗ってんじゃねえぞこのキモオタが。それでも私の目にはこのキモオタが金塊か札束の山にしか見えていなかった。ブラックワールド。私はリサ、25歳の地下アイドルだ。メジャーデビューを目指して日々歌とダンスの練習に励んでいる。でもみんな聞いて、来月のライブだけど正式に中止になったからな。しょうがないだろ、コロナでどのライブ会場も休業してるんだから。せっかくお客さんが増えてきてメジャーデビューへの第一歩を踏み出そうとした矢先だったのに。それでだ、うちもオンラインライブをやることにした。握手会やチェキがアイドルの強みなのに大丈夫なのかな。オンラインライブは大失敗だった。予想以上にチケットが売れなかったのだ。よし、今度は握手会に代わるオンラインミート&グリートをやるぞ。オンラインミート&グリートとは、スマホやタブレット端末を使ってアイドルとファンが個別に数秒ほど会話ができるイベントのことだ。これがこけたら解散もあり得ると思って、みんな頑張ってくれ。お待たせしました、グッさん、今日はありがとうね。こんにちは、リサちゃん。画面ギリギリにドアップで頬杖ついてもらえないかな。この人、どう見ても60代は言ってるよね、キモ。好き放題書き込みやがって。リサさん、私この間のオンラインミート&グリートの後フォロワーが増えたんですよ。よかったわね。マジ、私はごっそり減ったのに。イブは喋りもいけるし歌もうまいもんな。言いにくいんだが、実はお前たち以外のメンバーは全員辞めた。精神的にきつくなったんだと。そこでだ、イブ、面白キャラで歌もうまいお前はソロデビューが決定した。嘘、夢みたい。あのマネージャー、私は、ああ、お前は自宅待機な。それって事実上干されたも同然じゃん。スカットギャルズのリサさんですよね。はい。やばい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 、本物のリサちゃんだよ。このおっさん、オンラインミート&グリートでドアップで放水要求してきたキモオタだ。僕山口って言います、リサちゃんのファンなんだ。そうなんだ、思いがけないところでファンの人に会えるなんてリサも嬉しいよ。僕もう上がりだから、そこの駐車場で待っててくれるかな。なんで私がてめえを待たなきゃならないんだよ。これが私と山口の出会いだった。急にツイッターで解散のお知らせが出たからさ、びっくりしちゃったよ。それは私も同じよ。グループ内で、何かあったのかい。本来ならファンに内輪の話などするべきではなかったが、事実上干されてしまった私はつい山口に愚痴ってしまった。山口は聞き上手で話し相手としては申し分なかった。イブは MC もできるし歌もうまいし、上が押すのもわかるんだけどさ。イブは確かにお笑い系の事務所から移籍してきたんだよね。よく知ってるじゃない。俺でもスカットギャラズ発足当時からのファンだからね。打ち解けてくるにつれ山口は饒舌になっていった。でもさ、やっぱり僕の一番はリサちゃんだからね。ありがとう山口くん、本当にいい人だな。年齢とメタボ体型と顔以外は。出会ってすぐに居酒屋で 2,3 時間話し込んだだけだったが、実家は資産家だということは分かった。山口くん、連絡先交換してくれない。いいの、僕その勘違いしちゃうよ。勘違いって何を。来た、一生に一度のチャンス来た。この頃の私はしばらくデートに付き合って好きなだけ貢がせてやろうと思っていただけだった。それから週に1回のペースで山口とデートするようになった。付き合ううちに分かってきたのは、山口が想像以上に金持ちだったことだ。すごい、山口くんって社長さんだったんだ。両親の会社を継いだだけだよ。優秀な役員のおかげで僕がやることは何もなくてね。でもどうしてコンビニでバイトなんてしてたの。それは気分転換を兼ねて、労働者の気持ちを知るのも大事だと思ったし、リサちゃんの目撃情報があったコンビニに無理を言って雇ってもらったなんて口が裂けても言えない。山口くんは偉いんだね。この頃には金目当ての結婚相手として山口を落とすことしか考えていなかった。おかげでリサちゃんと出会えたけどね。もう山口さんたら、キモ、調子乗ってんじゃねえぞこのキモオタが。それでも
私の目にはこの肝歌が金塊か札束の山にしか見えていなかった。ところでアイドルの仕事はその後どうなんだい？それがもうダメみたい。なんかもう夢見るのも疲れちゃった。やあ、この死に損ないのクソじじいが。リサちゃん、君が苦しむ姿はもう見ていたくない。僕に君を養わせてほしいんだ。嬉しい、ふつつか者だけどよろしくね。こうして私は60代ブサメンの金持ち山口くんと結婚したのだった。もちろん末永く連れ添う気なんてさらさらない。ねえあなた、今日は串揚げ料理のお店に行きましょうよ。え、でも昨日は焼肉だったよね。このところ毎日高カロリーな食事が続いているけど大丈夫か？何が？大丈夫じゃないのはあなたのだけどね、60代のむっちりしたブサメンには高カロリーメニューの食事で攻めれば 2,3 年で行ってくれるだろうと踏んでいた。ねえ見てよリサちゃん、これ健康診断の結果。私の努力も虚しく、60代ブサメン夫の山口くんは健康優良児そのものだった。リサちゃんさ、だいぶふくよかになってきたようだけど。グラマラスになったって言ってよね。それに引き換え私は高級品を身にまとい生活に不自由はしなくなったが、確実に太っていった。エステに通う以外大した運動もしていないのだから、当然といえば当然なのだが。あ、イブちゃん、串揚げ屋予約してるんだからさっさと行くわよ。リサちゃん、僕先にベッドに行ってるから早く来てね。分かってるわよ。誤算だったのは60代のブサメン夫がメタボ体型のくせに体内年齢20代という健康体だったこと。いくらエステに行っても現役を離れてしまうとあっという間にアイドルとしては使い物にならないほど劣化してしまった自分。もうアイドルに復帰してメジャーデビューなんて夢のまた夢ね。あのブサメンジジイの夫はまだ60代だ。よほどのことがない限り100歳までは生きるだろう。65歳で夫の遺産を相続したって、その頃は私いいおばあさんだ。楽してお金を手に入れるって難しい。世間の約6割の女性が究極は愛よりお金だと思っている。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。